はい、こんにちは、116ウィンズです。ロックアウト後大盛り上がりの MLB の移籍市場で、今季から勝負をするはずながら、なぜかここまで MLB レベルで誰一人として加えていなかったマリナーズ。基本的にここまでまとまった FA 契約は単年契約が中心で、大物選手の契約はまだ決まっていないので、そういった選手たちに狙いを定めていたマリナーズの表面的な動きが遅いのは仕方ない部分があるにしても、3日経って出てきたまともな話がスティーブン・スーザ・ジュニアとマイナー契約に合意したくらいだと、さすがにファンの間でも不安が広がりつつありました。一体いつになったら勝負期にふさわしい補強を見せてくれるんだ。そんな風に思っていたら、やっぱりディポートさん、動くときはしっかり動きます。今日レッズとのトレードで昨年オールスターに選ばれたジェシー・ウィンカーとエウフェニオ・スアレスを獲得し、打線を一気に強化する動きに出てくれましたよ。いや、本当にありがとうございます。昨日までの不満は全て消し飛びました。さすがはディポートさんです。個人的にはマリナーズにメリットの多いトレードのようにも思いましたので、今回はそんなレッズとのトレードに関してお話していきます。はい、まずは今回のマリナーズとレッズのトレードで移籍した選手たちを見ていきましょう。マリナーズがレッズから昨年オールスターに選出されたジェシー・ウィンカーに、2019年ホームラン49本のスラッガーエフェニオ・スアレスを獲得。対してレッズはマリナーズから外野手のジェイク・フレイリー、先発投手のジャスティン・ダン、左の先発投手で今年のベースボールアメリカのプロスペクトランキングでも9回トップ100入りを果たしたブランドン・ウィリアムソン、さらにもう一人後日発表選手、また金銭がレッズに移るとのことです。マリナーズのコンフの課題の一つに打線の強化があって、かつ余裕資金もそれなりにあるため、 FA 市場でクリス・ブライアントやトレバー・ストーリー、鈴木誠也選手といった面々の獲得にも興味を示していたわけですが、ウィンカーとスアレスでそのニーズを一応叶えたと。ウィンカークラスのバッターを獲得できた割には少しもったいないなと思うような選手はウィリアムソンのみで、フレイリーやダンはむしろこれからどこで使っていこうかと悩むくらいだったので、マリナーズとしては許容できるパッケージだったのかなと思いますね。で、一方のレッズ側はコストカットの要素が強いトレードとなりました。ロックアウト前にバーンハート、マイリーを手放し、さらに昨日ソニー・グレイもツインズへ放出して、順調にサラリー削減をしていた中で、ウィンカーとスアレスも削ったと。後でも触れますが、スアレスの契約をマリナーズに全額負担してもらった関係で、今分かっている見返りは少々控えめの印象もありますが、ウィリアムソンは昨年評価を上げたプロスペクトですし、またフレイリーやダンももともとはそれなりのレベルのプロスペクトでもありましたよね。後日発表選手で獲得する予定の選手も、レッズ側がかなり気に入っている選手らしく、それ次第ではトレードの印象もだいぶ変わってくるかもしれません。ではマリナーズ側の影響を続いて見ていきますが、マリナーズ待望の中軸クラスの獲得がウィンカーの加入で実現しましたよね。ウィンカーは今年が年俸調停2年目のため、来季まであと2シーズン保有できる選手となっていて、昨年は110試合でホームラン24本、 OPS 9割4分9厘でキャリア初めてのオールスターに選出されています。密かに MLB トップクラスのバッターと呼ぶにふさわしい成績を残しているウィンカーは、ここ2年間合計の WRC プラスが147、2年間で600打席以上に立った選手に限定すると、これは MLB 8位の成績です。要するに MLB でトップ10の攻撃力を誇る選手が今季のマリナーズ打線に加わったと思っていただければ大丈夫です。なんならマリナーズが FA で獲得を検討していたブライアントやストーリーよりも高い WRC プラスをウィンカー記録しています。普通にやばいですよね。年齢も今季が28歳のシーズンと、先ほどの FA の2人と比べても若く、かつ今のところ長期契約による縛りがない点も好材料です。ただそんなウィンカーも完璧な選手というわけでもなく、基本は両翼向きの選手で、マリナーズではおそらくレフトを守る機会が多くなると思われますが、守備に関しては平均以下なので、そこはあまり期待しない方が良さそうですし、また左投手を苦手としているため、そこもちょっと懸念点ではあります。あとは怪我の問題ですね。ウィンカーはまだフルシーズン稼働した経験がなく、昨年も110試合の出場のみ。ここもどうなるのか。懸念点もいろいろあるものの、ただそれを全て帳消しにするくらいのバッティングの持ち主だと思いますので、マリナーズでの大暴れに期待したいです。また個人的にはスアレスを連れてきたのも悪くないかなと思いました。先日バウンスバック候補に挙げたスアレスですが、残りの契約が3年総額3500万ドル、まあ、安くはないものの、元々の実績考えれば高すぎるわけでもないくらいの金額ですし、スアレスがある程度バウンスバックする想定なら悪くはない賭けなのかなと。
スアレスはここ2年間は思い通りのバッティングができておらず、これまで得意としてきた速球系のボールも昨年は全く打てず、ホームランこそ31本打ちましたが、打率が1割9分8厘、OPS7 割1分3厘。昨年ホームラン35本打ちながら打率2割1分2厘、OPS7 割2分3厘だったカイル・シーガーよりも不安定なバッティングであったと。打席でのアプローチも良くはなく、守備もまあせいぜい平均程度であるため、打てないと本当に価値を見出しにくい選手ではあります。ただ、ほんの数年前の2019年にスアレスはホームラン49本、OPS9 割3本を残した NL 屈指のスラッガーだったことも忘れてはいけません。不調だった昨年もシーズン終盤に調子を上げ、9月以降の25試合で打率3割7分、ホームラン8本、昨年対応できていなかった速球系のボールに対してもこの間は打率3割8分1厘と、かつてのスアレスらしさを取り戻しつつありました。この1ヶ月でスアレスが何らかきっかけをつかんだのであれば、バウンスバックに期待できそうですし、2019年レベルとまでは言いませんが、2017年の156試合でホームラン26本、OPS8 割2分8厘、このレベルの数字をまずは目指してほしいですかね。そして今日のトレードでマリナーズ打線の見た目だいぶ変わりました。開幕戦の予想オーダーを簡単に作ってみましたが、ウィンカー、スアレス、ロックアウト前に獲得したフレイジャーも含めると、昨年のオールスターが2人、1番から7番までそれなりの選手が並ぶようになりましたし、ここにシーズンのどこかのタイミングで怪我から復帰予定のカイル・ルイスと、球界屈指のトッププロスペクトであるフリオ・ロドリゲスが加わると、昨年チーム打率が1割台とか嘆いていた時期を思えば随分前に進んだなと思いますね。ケルニックやトロ、ローリーといった若手の成長に依存している部分もあり、またこの面々が順調に成長したとしても、プレイオフ絶対いけると断言できるほどのレベルの打線ではまだないでしょうが、近くはなってきました。これでまずは夏まで戦って、必要なポジションを夏場のトレードデッドラインで埋めていくのが、マリナーズフロントが描くシナリオでしょうか。さて続いてはレッズ側も見ていきますが、フレイリーとダンはすぐにメジャーでプレイすることになりそうですね。フレイリーは少し怪我が多く、またコンタクト能力にも難がありますが、選球眼に優れ足もそれなりに使えますので、バリバリのレギュラーになるかはともかく最低でも4番手外野手としては機能するかなと。ダンは先発として球速もコントロールも足りないみたいな状態から脱却して昨年球速がアップ。非ホームランが多めな点、打者有利なレッズの本拠地との相性は悪そうであるものの、球速が出るようになったのでリリーフならそこそこやってくれるんじゃないかなと期待しています。マリナーズの外野事情、投手陣事情を考慮すると、フレイリーもダンも使いどころに困る印象でしたが、主力を現在放出しているレッズなら2人ともチャンスありそうですし頑張ってほしいですね。またウィリアムソンを手放すことになったのも少し惜しいです。2019年ドラフト2巡目指名の選手で、198センチの大きな体を使って90マイル中盤くらいの速球に加えて、決め球にカーブ、成長途中にありますがカッター系のボールとチェンジアップも操る選手。昨年マリナーズ傘下で大きく評価を上げたプロスペクトの一人で、ハイ A では6先発31回で59奪三振を記録するなど、奪三振の多さが非常に魅力のピッチャーです。またコントロールが大きく乱れることもあまりなく、しっかりゲームメイクできている点も良くて、今季途中の MLB 昇格もあると言われていた左腕でしたね。グレイ・マイリーが抜け、カスティーヨ・マーリーのトレードも噂されるレッズの先発ローテーションであれば、こちらも今季早速メジャーでチャンスが巡ってきそう。ウィンカークラスのバッター獲得するためにはまあ一人くらい、ウィリアムソンクラスのプロスペクトは必要なので仕方ない。むしろ彼一人で済むなら万々歳ぐらいなのですが、マリナーズでプレーするウィリアムソンの姿も見たかったなとは思いますね。ということで大きな出費を伴わずに打線の強化に成功したマリナーズ。ロックアウト後の大物 FA たちの動きが早くなかったことから、確実に打線の強化につながる策を打とうとして今回のトレードに踏み切ったものと思われますが、打線の補強はディポトさん曰く一区切りのようです。総年俸は1億ドルを少し上回った程度なので、まだまだ FA で大型補強できる余地は残していますが、来季以降のこともあるので全てを使う方針ではないんですかね。ただまだまだ先発投手あるいは左のリリーフあたりの補強の可能性を否定しておらず、こちらに関しては今後動きがあるかもしれません。今後のマリナーズの補強に期待しつつ、今日はウィンカーとスアレスがマリナーズの選手となった喜びをかみしめたいなと思います。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。